大阪府女子専門学校は1924年2月に設立された公立の旧制専門学校。日本の公立では福岡県立に次ぐ2番目の女子専門学校として設立された。創立時は4年生で、本科に国文学科、英文学科、家政理学科を設置した。後に余科を廃止、研究科、専攻科を設置した。第二次世界大戦後、 学生改革により、新生大阪女子大学に昇格した。同総会は、ひふみ会と称し、新生大阪女子大学出身者と合同の会である。手塚山高知屋と創立当初は、大阪府立安倍の高等女学校を、仮校舎として使用。翌1925年4月、山田一郎兵衛から寄付された東成郡住吉村。 手塚山の土地に校舎が完成し移転した。1920年1927年に山田家から隣接地を借り受け校地を拡大。廃止まで同地を使用した。後進校大阪女子大学は手塚山校地で発足したが、1976年9月大仙校地へ移転完了。旧手塚山校地は大阪府立看護短期大学。 大阪府警住吉警察署管理庁舎を経て、1998年から大阪府立貿易専門学校が使用していたが、2004年廃止。旧図書館は大阪府公文書館として使用されている。残りの敷地には、ケアハウス等が建設されている。ありがとうございます。